寝ちゃうかと思った。ちょっといいか、今晩4階の例の部屋に集合してくれ。伝えたいことがある。お、早速あれのことっすね。詳しい説明はその時に。じゃあ伝えたぞ。ほんと用件だけ言って去ってたな。私たちと違って忙しいんでしょ、生徒会とかそういうのでさ。え、あれ、ユカリッチってキリジョー先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。